フェルトヘルンハレフェルトヘルンハレは、ドイツのミュンヘン市内のオデオン広場の南側、ルートビ被害に面した場所に設置されているロッジや、日本語では、将軍病や、将軍堂の訳語がある。背後となる南側には、プライジング宮殿があり、西側には、テアティナー教会が存在する。フェルトヘルンハレが建築されたのは、 バイエル号ルートビヒ一世の知性である1841年から1844年にかけてのことである。19世紀初頭からミュンヘン市内では市外の再開発が行われており、オデオン広場はこの際に設置されたものである。広場からは勝利の門までが見通せるように計画され、道を塞いでいたシュバービング門は破壊された。設計を依頼されたのは 巧妙な建築家であるフリードリッヒ・フホンゲルトの